皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、お前らの両親はどうであったの、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。両親が何らかの経緯で出会いお前が生まれた。なら両親はどのように出会ったのか。見合い。大学時代の同級生。学校の教師と生徒。母が教師で父が生徒。逆ならまだしもそれ珍しいな。職場恋愛だそうだ。ストリップ劇場の踊り子と客。父親も母親もデパート店員。食品売り場の父親が昼休みに婦人服売り場まで出てきてナンパ。コミケ。役所の同僚。母は見合いの席で水虫を暴露した時父に惚れたそうです。聞いたことないけど多分見合い。今50歳から60歳くらいの世代だとお見合いって別に普通だったのかな。お母さんが医局に勤めてて美人だったから勤務医だったお父さんがアプローチして物にした。でもお母さんはその時22で、親から勧められた某大学の助教授と婚約中だったんだよ。でもお父さんが絶対に幸せにしますって土下座してお母さんの実家の神棚にお参りした。で、若者だがいい根性をしてるって気に入られてゴールイン。まあお母さんは金目当てだったかもしれんが。金目当てでも父親も美貌目当てだしいいんじゃないの。私の父と母は大学時代からの付き合い。母の誕生日パーティーで友達の友達。みたいな感じで偶然父も来てて、鍋にも血が入ってたから、なんでも血が入ってんだ、と怒鳴ったところが初対面。恋の始まりにしてはなんか不自然だよなぁ。天王寺でナンパ。父が就職失敗して派遣社員に。で、たまたま派遣された先で母と知り合ったらしいです。失敗続きでもここぞという時にラッキーを拾えるやつっているよなぁ。若かりし頃の父が家を飛び出し、母の家に転がり込んでパラサイトするようになった。でも周りにとやかく言われ始めたので結婚することになった、とか父が言ってた。でも母は、20人以上付き合った末に父に決めたとかって、妙に誇らしげに言ってた。矛盾はしてないけど、微妙に食い違っているような食い違ってないような。親が決めた結婚。小さな田舎町でのことなので、顔も知らないなんてことはなかったようだが、母にはその前に恋人がいて、でも認めてもらえなかったらしい。その後親同士の話し合いで決まり、うちの父と結婚した。結婚生活はいろいろあったみたいだけど、今は仲いいです。そういやあんまり親の恋愛話って聞かないなぁ。何かと恥ずかしがる親だから、ばあちゃんの恋愛話の方がよっぽど聞いてる。親は社内恋愛だったらしいけど。ばあちゃんはじいちゃんと見合い。なんと結婚式で初めて顔を合わした。じいちゃんはアルバム見たら今風のいい男だったけど、受付嬢してた母に出入りしてた父が声かけたらしい。ちょっと想像できないんだけど本当みたい。喫茶店で親父がナンパしたらしい。うちの親父が今の時代に生まれてたらネラーだったろう。あんな親でも結婚できたことを考えると勇気が湧いてくる。母親はわけわからんうちに見合いさせられてて、そのまま結婚に至ったらしい。某自動車メーカーに勤めてる時はそこで別の人と交際もしてたらしいのだが、何度も離婚の危機を迎えつつも27年、俺や弟が独立した時マジで別れるんかなと思ってたが、その後も続いてる。似合いの夫婦かもしれんな。うちの両親は見合い結婚。ちなみに親父はこの時まで童貞で女と付き合ったこともなかったらしい。親父の家系はみんな女に縁がなく、生涯独身という男が何人もいるとのことだ。俺今28で当然のごとく女性との縁なし。
もう諦めたよ。俺の親父はやりちんでした。息子の俺は24歳童貞、なんじゃそうや。当時結構遊んでいたお袋を理系技術者の親父がどう落としたのか不思議だ。うちは余ってたもの同士をくっつけたそうだ。東北の農村にはよくある話。小さい頃からよく、どうやって出会ったのと聞いていたが、いつも言葉を濁したり話題をそらされたりで逃げられていた。で、親父の兄に聞いてみたら、お見合いだってさ。母は親父の前に付き合っていた近所の男がいたが、その男が異常に束縛しようとするタイプで、母が愛想を尽かしてお見合いで親父と結婚したとのこと。ちなみにその男も別の女と結婚して子供もいる。親父曰く昔は車に乗っているだけでモテたそうだ。顔とかあまり関係なかったみたいだよ。時代の違いをひしひしと感じるスレだなぁ。親父が飲み屋で母親に酒を奢ったらしい。遠くの席からマスターに酒頼んで、あちらのお客様からです。ってナンパするやり方。父と母ともに一人旅で山に行く途中で同じ電車だったらしい。で、母が車内に帽子忘れそうになったのを父が見つけて渡したのが初対面。それっきりかと思いきや山で再会したとか。見合いが優勢だが面白い出会いもなかなかあるもんだな。グループ交際をしていたといううちの両親。父曰く顔のいい女の子は心が良くなかったということで、正直あまり器用の良くない母を性格で選んだという話。まあ話半分で聞いているが、若かりし日の父は確かにハンサムだった。親じゃなくて祖父母の話だけど、祖母は祖父のお兄さんと婚約してたのに、その人が戦死しちゃって、祖父の親が祖母を気に入って返したくなかったので、戦争に行ってた顔も知らない祖父と結婚させられたらしい。戦地から戻ってきたげっそりとして目がギョロギョロした祖父を見て、祖母は最初かなりショックを受けたらしい。うちは幼馴染でいとこ同士らしい。血縁的に近いので反対されるかと思いきや、売れ残り同士の結婚だったらしい。うちは見合いだったけど、親の若い頃の話をいろいろ聞いていると、普段とは違う親の一面を垣間見ることができて面白い。バス停でナンパだそうだ。今はすっかり老人だが、うちもナンパ。ダンスパーティーで父が母をナンパした。父は喋りが苦手だからポツポツ喋りつつ、ハンカチを消す手品なんかをしてたそうだ。一言で言うとお見合い。母によると、同じ時に二人話があって、一人は親がいない人、もう一人はお父さん。でもお父さんの方が仕事がしっかりしてたからそっちに決めた。でも今考えると親のいない人の方が良かった。祖父は93歳で半分地方。母親の気持ちもわかる。母はクラブの歌手で昔はものすごい金持ちの家だったが、途中で没落。父はそのバックバンドの楽器演奏者。でも今は16年別居進行中。理由は、没落したにもかかわらず、母がいつまで経ってもお嬢様志向だったので、生活に見合わないものを買ったり遊んだりと、とにかく金遣いが荒い。今父は真っ当なサラリーマンになり、母は水商売からやっと足を洗った。でも買い物癖は治らず、彼氏さんに色々買ってもらっている。私はそんな母を見ているので、すっかり貧乏症で趣味は貯金。うちは親父がナンパもできないヘタレだから俺もヘタレなのだろう。終わり。